ヘアゴム1本でレトロな和装ヘアにしていきます。まずは低い位置で髪をまとめて、少し太めのヘアゴムでしっかり結わえます。後頭部の髪を引き出して丸いシルエットにします。ここからがポイントなんですけど、耳の上、耳にかかるように髪を引き出して、全体的に丸い雰囲気になるようにしておきます。足穴ネットを使って髪を全部くるんでいきます。ネットに入れた状態で髪の毛をゴムの周りに巻きつけます。少し横長の楕円をイメージするとレトロな感じになります。あとは止まるまで U ピンを刺して固定します。最後、かんざしやバレッタをつけて完成です。かんざしは少し低い位置に刺すと大人っぽい雰囲気になりますよ。やってみてください。